あ、でも全然いい匂い。ではいただきます。待って、はい、今バトルで降りました。暑い、やばい。はい、無事に帰ってきました。お疲れ様です。なんかせっかくだからね、ここら辺でなんかないかな、見てみるか。新しくできた施設なんですかね。あ、プリクラがある。プリクラプリクラがありますよ。おしゃれ通りみたいな感じです。で、店がちょこちょこある感じです。ドリアン焼き、ドリアンパパ、ドリアンフラッペ飲んでみたいけど、めっちゃ未知じゃないですか。ちょっと待って一旦ステイ。で、美味しそう。あ、ガパオ屋さんだ。美味しそう。え、このままじゃ私ドリアンコースになるんだけど大丈夫かな。ものは試しですよね。そうだよね。まあ行ってみるか。ドリアンのメニューがてか私自身が多分生まれて初めてのドリアンでドリアンチップスはそう食べたことあるんですけど、え、大丈夫かな。いや楽しみ、楽しみです。ドリンクメニューもいっぱいあるけど、もう普通のもいっぱいあります。ドリアンです。あ、でも全然いい匂い。それじゃあ初めてのドリアンいただきます。じゃあ飲んでみよう。どんな味なんだろう。匂いはね、ほんとめっちゃいい匂い。ではいただきます。待って、めちゃくちゃ美味しい。ドリアンってこんな味なの。うん、やばい、めっちゃ美味しい。うん、うまっ。なんかパパイヤかな。パパイヤっぽさもあれば、パパイヤか、パパイヤに近いのか。めっちゃうまっ。何これ、おいしい。食べてみよう。お、取れるかしら。お、あ、やばい。食べてみます。ドライになってる。あ、ドリアンチップスの味、うまっ。ドリアンチップスは私大好きなんですよ。本当に大好き。タイのお菓子で一番好きかも、ドリアンチップスが。もうなんでドリアンってさ、こんなネガティブな印象を持たれてるのか謎かも。普通に美味しいのに、うん、私が好きなだけで意外と皆さん苦手っていう感じなのかな、この味が、うん、私は大好きです。めっちゃドリアン生のやつ食べたい。食べられるわ、なんかいけそう、マジで。でもどうなんだろう、私はこれをなんか飲むとかは好きだけど、なんかケーキとかはあんまりかな。なんかマンゴーケーキと同じ感覚で、なんか生でそのまま食べた方が好きっていう感じ。わかります。私マンゴーとかもケーキはもう好きじゃないですよ、うん、できたのが最近らしいんですよ、Google で見た感じだと。だからぜひね、衣装で来た方はやってみてください。
まあでも値段で言ったらやっぱちょっと高いかもですね。これで145バーツだったから。で昨日のトムヤムヌードル、あれ全部で200バーツだったから、そう考えるとちょいお高めですが、まあ、ドリマナか。なんかドリアンチップスみたいなのがさ、すごい入ってて、それがまためちゃくちゃ美味しい。うま。果物の王様だから高いんだよね、ドリアンね。めっちゃ食べたいけど結構量があって、飲むのに精一杯。そしてすごいの忘れてた、ビール飲んじゃダメだよね。忘れてた。なんかドリアン、 生ドリアンは数時間か多分半日ぐらい開けた方がいいとは思うんですけど、これでも開けた方がいいよね、ドリアンは。うわ、めっちゃ美味しそうなの頼んでる。いいな。私が食べようと思ってたかき氷を隣のお兄さんが頼んでます。美味しそう。なんかそう、美味しそうに食べてるんだけど、なんか結構真顔で食べてて、どうなんだろう。美味しい。あぐ美味しいってこいつできた。お疲れ様でした。カプンカー。あ、カプンカー。はい、食べました。そして持って、なんかお兄さんが最後すごい笑顔で出てくれたありがとうございます。すごい初めてのドリアン、思った以上に美味しくて、美味しかったですよ。着替えたいと思います。無事に着替え終わったので、今から歩いてカオさんの方まで行きたいと思います。実は私、タイにこんな長らく住んでいながら、多分カオさんに一回も行ったことなくて、そう、多分人生初なんですけど、まあ、夜のがね楽しいとのことなのですが、今日夜ちょっと予定がありそうで、もし行けそうだったらもし行けそうだったらね、夜行ってみたいなと思ってます。で、ちょっと一旦お昼どんな感じ、まあ、にぎわってないと思ったんだけどね、ちょっと行ってみたいと思います。バックパッカーが集まる街、行くで。なんか意外と歩いても苦じゃないの。日本とやっぱ違って、涼しくはないけどちょうどいいみたいな、それぐらいの気候です。全然歩けるぐらい。でもさっきは本当に炎天下の下にいたからすごい死にそうなね感じだったんですが、なんかあそこ今目の前にすごい広場みたいなのが見えるんですけど、あれを突っ切ったらめっちゃ早く行けるんだけど、多分突っ切れなさそうなので遠回りしていきます。はい、さっきのドリアンが美味しくてハマりそう、父さんにやってきました。お昼なのでめちゃくちゃ閑散としてます。こんにちは。なんかかわいいね。かわいい。安いバイバイ、またねマイペンライか。マイペンライ、マイペンライ。言われた、また来た。なになに、なんか歌ってるんだけど、めっちゃ歌ってるんだけど。あら、タイランド、ナイスミーティュー。1分。おー、こんにちは。こんにちは、上手。すごい、かわいい。ありがとう。さよなら。さよなら。